さてさて、ほんで、よいしょ。これね、これ、瓦せんべいっていうのかな。で、これ。ね、何かね、乗っかっているぞ。これ。な。実は、生姜。ビル・モンローじゃなくてな、ポール・モンローな、がの顔見たらセルモに似てるでしょ。そうなんです、丸ひげさんにも似てるやろ。誰それ。うちの父にも似てんねん。全言葉うちにも顔似てるやろうけど、またいずれ見せてあげる、うちの父の顔。もう亡くなったけどね。あと、待った大王、要するに天武天皇にも似てんねん。つまりね、ポール・モンローがね、お釈迦さんになって、お釈迦さんにも似てんねん。で、江戸川慶子にも似てんの。旦那かわいてん、お釈迦さんって。丸顔のね。じゃあええやんちゃうで。どんだけしんどいの、あっこまで行くのに。あっこまで行くのにしか、あっこまでなんのに。しかも人の世界。タイまで抜けても不幽霊。隣の世界行けたよ。うん、うちのタイの隣の細胞行っただけ。バカバカしいやろ。で、どこにも、どこ行ったらなんか、お続きおるやろ。うん、うち、お続きやから。お続きやから。うちの親戚も、まあ、どっかに時々おるよ、時々は。親戚やから。血縁やからです。な、お続き宇宙戦争って何？うん、うちの大変な話じゃない？それ。前世があったよ、うん、うちの体内に前世ぐらいあるよ。人の世界でそう頑張ってさ、知ってるだろうならなあかんの、みんな。そもそも体まで抜けたために。あ、リハビリちゃん、知ってるの長い長い旅。あれはカルトのやつらに真似できへん距離やで。ひたすら歩いて、歩くんが目的やったかのように、まるで。ほんで、教えは考え方はすごい、その、父母的夫婦万歳的なもんやってんで、シッダルダの教えは。シッダルダの本人の教えはね。だから、やっとまともなことを言う人がおったで、いろんな旅先で喜ばれて。みんな変わった、なんか独身向けの変なこと言いよんでって、あんたまともやなーって。まずまず止まって聞いて、あーほんまかーって、旅の話に交えていろんな面白い教訓を得たな話していて、あーおれおれおれ、いや立派立派旅してな、自分の足でしっかり歩いて、なんでやっぱり父よ母よありがとうか、素晴らしいって。うまいで。でじゃああんまりにも嬉しかったから、お土産持ってくれへんかった。いや、旅してるのでそんなんいただいても運べませんって。そういう旅じゃないですしって、貿易商じゃないのでって。あ、そうやなって。じゃあ金かって。金も重たいのでって。重たいから使ってしまって。で、大して意味がないですって。いる時にはもうありませんって。それより足を養うものが大事ですって。あ、そろそろ食い物も重たいぞって。お寺作ってもらえませんか、管理は地主さんのご家族がやったらいいのよ。ああ、アンさんの泊まるとこか。インド中にお寺できたら、私みたいな境遇の者が助かります。わかった。で、その管理は、お前さんの弟子じゃなくて、うちの親戚にやらせるわけやなって。そうです。
お安いご用やちゅう感じやった。実はな、ええ話やろ。でもそもそもポール・モーの時にドゥーって出てしまったからね、あ、しまったで、人の世界で、要するにうちの世界で非常に修行なさった。あ、しょうもない、な、しょうもない、遂げたろ、ついに。やる気なくせやろ。タララ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 ラタララ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 ラ